今8時間でしょ、3分の1ぐらいってこと。仮に上のセーブデータがクリアしてると仮定するのであれば、あ、持ってないだし、ケロか、ケロか、毒液の、毒液のケロかが入ってた、隠してたんだ。お、いや、これ何出すかだよな、本当に。使います。お、クルルじゃん。進化よ、クルル。クルルの攻撃力はそんなに高くない。よっしゃ、ナイスクリスさん。回復した、クソ。いや、でもまだダメージレス的には勝ってる。ね、クルルの攻撃力はそんな高くないね。カードによってそんな攻撃力変わる？ランス付けあれ？なんか普通に勝ったな。深海王クルル2だって。クレクル。クレた。マジで？ヒーロロブだ。うわ。あ、ミスしたって。クズほど。くえ。もっと押しかけるしかねえ。くそ。うえ。負けた。これカード使っていくの同じかな。負けたぜ。くそ。同じだとしたら、グーで勝てるはず。グー、下、下っ端。違うやんけ。待って、紙より HP 高くね。1090ってそんな高いの。はあ、やめろ。弱点関係なしに勝てないんだけど。あ、素早さがあれか。え、毒液取られた。 あ、そっか、そういうことか。やばい、このじいさんにかもられてる。グーの強いカードがないんだな。作物嵐があるじゃん。毒液はまだあるからいい。お、クゾクゾクゾ、混乱してしまった。あれは同じかもね、そのじゃんけんの方が。いや、ちょっとこんなに厄介だな、これ。クルールマーク。じゃ、ちょっとクルールの方はなんだ。先行取れば勝てる。よしよしよし。よし、空賊をドロロンカードを手に入れました。ちょっともう一回やっていい？クルール以外なんか別のカード持ってるかもしれない。クルル、グーだったからパーだな。パー。おー、ナメック氏。おー、武者ケロロだって。やっぱ2種類ぐらいは持ってんだな。うわ、クリティカルやってる。回復。ここら辺だともう相手が使ってくるカードがいいよね。よし、開ける。これもしかしてあれか、回復とか取っちゃうときもあるのか。あ、よかった。じいさんにかもられた。お、混乱電波。じいさんにかもられた時にばあさんかもっておいたから、トントンで鉄壁。すげえ。なんだって、みんなケロかすげえんだけど、入りすぎでしょ。3、3オン3だったでしょ。
バコとか強いんだ。まあ水温3だから分かんないもんね。お、赤いお玉ま、赤いお玉ま、ナイスピーチか。みんな買い込んでんな。じゃんけんでも勝てれば。うー怖い。ここでクリティカル出されるのが一番怖い。ポケモンの一発耐える、わし一発耐える、急所で死んだみたいな、そんなやべえ。来る切れる準備だ。待って、嘘でしょ。いやー強かった今のあれ。何だったのあれ。超絶クリティカルみたいな感じだったけど、クリティカルっていうよりも痛恨の一撃みたいな感じだったけど、とりあえずなんとか勝ってよかったな。いや強っ。狼、狼か。いや強っ。ここやばいな。サビれた村だけどケルカによって活気を取り戻していく。昆布を切らしてる。昆布あるのかな。あった。豚汁やった。くそ、ケルカちょっと買い込んどかないといけないね。間違えた。なんかすげえわけわかんないこと言われたんだけど、ハンデ戦なんだけど。3対3の勝ち抜き、ギブアップなしでバトルしない。はい、まだこっちの方が良心的だわ。じゃあさっきと同じ感じでいくか。パーで、チョキで負ける可能性があるからクーを入れとく。で、最後にデッキで見切り、ドクダ押し。これいいな。負けると取られる可能性があるかな。うわ、勢いし髪より。髪よりさ、やばいよね。ちょっと髪より俺も1枚しか持ってないからさ。うわ、もう一発で取っちゃったな。いや、きつ。ナイスクリティカル。いや、カンボリでこんだけ削られてんのまずくない？あ、いい、いいクリティカル、いいクリティカルだけども、巨大ゲゲソ、待って、敵持ってるアイテム使えるのにカード強いんだけど。パーだったっけ最後。あ、チョキか。ここをほとんどノーダメージでクリアしないといけない。ラストこれじゃんけんに勝ってて、あ、いいね、ナイス。見たクリーチカルはやめて倒す。あと2回でさ倒せないといけないってことでしょ。あれには勝ってる。先生ごと食らった。特攻2回でも届かないでしょこれ。アイテムまだあったな。いやー、これ神より強すぎるな。負けた。あ、また毒液が。強いな。1枚取られるんだよなこれな、負けたら。まあ、何くじいくか。しかも相手なしが2人抜きしないといけないでしょ、おどかしお化け。ただ相手はそんなに、おどかしお化けはそんな強くない。どうせかなこれ。
あ、キルル総長だ。パーだったから長期で勝てるか。やばい、カードどんどんなくなってる。ここの村にか、もうすごい守られてる。初期さ、砂漠ザウルスはちょっとね。砂漠ザウルス、なんかさ、やっぱあれだよね、カードごとに能力値多分違うよね。砂漠ザウルス結構早かったもんな。で、クルル総長、クルル総長が欲しい。オッケー、クルー総長また。じゃあいいや。ふう、いやー、かぼられますね。ここの村やばいぞ。もういいや、ごめんね。もうカードね、散々巻き上げられたからないんだわ。あとでまた買ってくるよ。見たことないカード俺が欲しいわ。見たことのない記録が見れても多分弱いから戦力にならないっすよ。えぐかったな。すごい寄り道しちゃったな。これがウラミの神地ね。ここを通り抜ける文字の刻まれた石を、はい、石碑を探すだけだから。それが難しいんじゃない。抜けに待って、すごい神人山。お、食らった。すごい勢いでこじつこんできた今。お、2人で1600。草薙の剣、草薙の剣ってアイテムだったよね、確かね。なんか食らったな、ゴーグルグランカー。いや、強いな、敵が強い。こんだけ連打しても全然勝てなかったな。恨みやし、ち骨ひる、間違った。せっかくだから、じゃFKS。 え、範囲がある。あれをね、変えようと思ったら、どえ、同情心になったのかな。 FKS 外れたな。でもよかった、これボス戦でミスれなくてよかったわ。近くにいないとダメってことだよね。ロックンってどうやって変えるんだっけな。 LR かなんかで変えられたような気がしたから。左の方結構いけそうだな、あれ。よし、地味に削られてきた。まあ、恨みの湿地抜けたら終わりにしようかな。結構ありそうだったけど。広いね、1マスだけっぽいな、これ。恨みつらい。いいね、ジャッジメントアンカーで相手の敵を、ん、相手の敵じゃない、敵を足止めしつつフレームクロスを打ち込む。あ、アイテム発見。作戦通りに行くぞ。ホーネット、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 ホーネットかっこいいね。旋風、ごめん、戦場で敵に情けを。ガードしろって言われたのを今思い出しました。青い鍵。
サポートっぽいな。ん？宝の中でも貴重なものに使われる。あ、違う、あれだ。サポートアイテムだったくさないことできた。あ、天地神明だって。あ、天地神明。あ、ヒールリリック。お休みですね。天地神明ですね。鍵は何だったんだろうね。これが草薙の剣だよね、きっとね。桃江さん。おう。冷静に対処しよう。おお、切り上げた。戦場で敵に情けをかける。ヒモブの塊。なんか左端の隅っこの見えないところにありそうな気がしている。あれ、フォーネって何でやってっけ。あ、いいとこ。あ、なんか勝った。フォーネって今あんま聞いてなかったな。まあ、麻痺が強いっていうところかな。あと手が速い。まあ、使って威力を上げてくださいってことかな。そしたらクロスエッジのが強いな。クロスエッジ、クロスエッジ。今のところそれらしきものは見当たらず。クロンキューバか。ジラギア。いいな、召喚、召喚いいな。バーンプレイス。普通にあったな。ああ、うん、これこれ、うん、我らこの戦場に眠る英霊の御霊すべての許しを得て今ここに歩み入らんことを欲すと。なんか敵出てきそうじゃない。大丈夫。あ、よかった、普通に開いた。へえー、どういう仕組みなんだ。ほら、バーンブレイス。間に合うかな。で、おお、すごいね。おお、ギロロとドロロがなんかコンビネーション技やってたね、今ね。ドロロが敵を舞い上げて、ドロロがその下に地雷を設置してた。逃げれた。なんか船で外から回ってこれそうな気もしたけど、あれかな。ロンリーオーカー。クロスエッジ、クロスエッジ、クロスエッジ。クロスエッジ強いな。1000ぐらい効いてるもんね。ミヒットしてるから。うん、やっぱクロスエッジ強いな。お手が寄れって強いな。あ、これ山寺ね。ここ探索しましょうか、じゃあ。流脈の岩屋へ向かうも、ここで一旦休む。休むんだ、へぇ。でーん、でーん。回復したかなんだ。おや。どこ行くんだい？一人で行く機会。ねんで。じゃあ、また眠れねえのか。ああ、多分次の絵。なるほど。親父は長生きすると思ったのに。遊び人ぶるなよ、殿様になった時にはそれをいか。ちゃんとしてたんでしたか。対人センサー反応、
これは仲間じゃねえな。クルル万能だな。あら、ミミクリちゃんですね。テーマソングなのかこれが、もしかして。あれは、あいつ何企んで。ミミクリ2戦目かもしれない。あ、山手だと本当に寺があるだけなんだ。ちびっこがやばいね。早速間違えるわけじゃねえのか、奇跡の玉。あ、セーブあったわ。いや、ちょっとまだ早いんだよな。ここで町、ここがさ、町だと思う。まあ、山寺だから、ちまだこんな感じなんだろうけど。ちょっと早いんだよな。でも、キリがいいとここか。ちょっと進むか、もうちょっと、もうちょっと進みたいんだよ。龍脈の龍脈の岩屋、岩間、岩屋あそこ、あそこまで、あそこまでいます。あと5分ぐらい、あと5分ぐらい落ちない。うわ、おお、かっこよすぎる。ドロローがかっこよすぎるんだけど、もうちょっとだけ続くんじゃ。龍脈の岩屋でしたね。ここは大地の力が縁起がいい。大地の力か。ここの一番奥、次の当主と。ただし龍脈の岩屋、3つの試練がある。静寂の神の像の前で、静寂を守らなきゃ。神の像の前で。了解だり。三つの試練、風来の試練も最後だったね。なんか試練が二つがある。当主ね。あのさ、ジライヤさんに今声が当たってなかった。あとセーブがあるもんだと思ってたんだけど、今動いちゃいけない、走っちゃいけない。あ、なるほどね。待って、こうか。3500ボルト出るんだ。何かあった？なんか食らさないかな。突き影振り抜いてた。いいな、ドロローの技がいちいちかっこいいんだよな。オートランニング入れちゃってるから大変だな。戻るのは早そうだね。さすがに、え、ここもダメ。あそこもダメなんだ。じゃこのね、これが切れたからさ、切ればもういいんだろうかと思ったら、石化直しを手に入れたが全部ゲット。一歩でもうすぐ反応するからきついっすね。チップドとブレイブソウル。チップドとってなんだ、すごいさ。分かる。昨日あれケロロやったとさ、ミンドフィットやりますみたいなこと言ってたんだけどさ、やんなかったからさ。ここはさすがに走って大丈夫だよ。今日こそはやるぞと。それ前に出てこられちゃうときついんだよな。ブレイブソーンかっこいいな。貫通マジで強い。ガルダウィング。ガルダウィング。自身のオーラをまといつつ飛び上がる技。神聖召喚。剣連山、クリスタルビット、クリスタルビットか、剣術が。どうしようかな。クリスタルビット、ガルデミング。どこから下に降りるって書いてあったけど、個人的には探索はしたい。うわー、いっぱいありそうだ。うわ、結構降りるとこあんだ。マジか、そんなに降りるとこある。ガルデリング、かっこいい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 。
っこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ。ドストライクでした。イロハニホヘトみたいな感じだ。ここは第二言葉の道。うん。ってことは完全に下のあそこの道は全部関係なかったということなんで、探索に戻ります。で、そうすると多分ちょっと待って、すげえだった。現月がここのアイテムを回収するとちょうどいい時間になりそうですね。ドリブルバトル文化、ガルドリンク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 、いやーかっこいいよ。ダメな、ガルドリンクかっこいい。連続で繰り出せるところもまたポイント高いですね。高級な怪我は大道ゴール。じゃじゃじゃ、それずいわ。ガルダウィング、ガルダウィング、ガルダウィング。おお、いいね、ウィンドショー当てるね。早くラピットね。あ、ドローに対して言ってたんだ、あれ。目覚めただからスキルか。あ、じゃあ全部終わったら CC を早く回復し始める。待機中じわじわ回復、戦闘で逃げられる。意外とこれだな、先ほど。いざ参る。体がビンが気に入っちまってしょうがないで。フリアインパクト。打ち取ったり。前に突っ込むから間に HP 消費が激しいわ。なんかいいアイテムがありそうな予感。あっしゃー、もう待って、何か待って、あれ強いな。保湿ローションが手に入ったぞ。ナメクジの保湿か。ウエトルバーン、ウエ、白い短パンだった。短パン構造になるか。へえ、スケベでわんぱくな坊主が入っていた短パン。コートも全然使わないからね。まあ、道中はいいけど、ボス戦でちょっとサポート、バッテリーせっかくあるからな、使っていかないともったいないもんね。探索あと2か所か。いいね、空中攻撃が参加できる。ドロロと一緒に空中攻撃に参加できる。随分補正とか取らすな。高台できや。HP 全開だったっけ。作戦通りに行くぞ。テンテテ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 、いいね、地雷が強い。あー、すごい、そうね、しょうがないね。
あ、じゃあもう突っ込んでた。あ、違うだ。間違えた。なんか地雷よりに攻撃がなんか当たってるような気がするしてさ。岸和田なんだね、ガンダイウィング。じゃあせっかくだから使いましょうね。はいよ。いや楽しかったな今日は。特にガルダウィング多分手に入ってからのテンションの上がり方がすごかったかな。油断するな。あとアイスレベル。ヒュー。あ、待って、何何なんかにメタメタだったな今多分。色は色的にドローのレベルが一番上がった。あ、違うね。ブレイブ、ブレイブか。 BR が高いほど攻撃力がアップ。攻撃力がどんどん上がっていくんだ。いいじゃないですか。チュー。いや楽しかったな。十字コーリー、ガッドウィングに任せろ。ガッドウィング、爽快感があるね、疾走感とね。くそい、おーれっと、ガルダウィング、あ、マジガルダウィングかと思った。ジャッジメントアンカーだった。よしよし、じゃあ一旦区切って、今度こそ俺はリングヒットやるんだ。はい、楽しかった。まあ、これで越してるっていうあれだった。あ、でもすごいね、上の人ドロロ使ってないんだね。でクルルがやっぱりヒーラーとしているってことなんだな。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。さよなら。